インタビュー用の動画を撮ろうと思ったら、ライティングをどうしようかなとか、バックグラウンドをどうしようかなとか、いろいろ悩むこと多いですよね。今日は家庭にあるもので、どうやってこんな感じのインタビューのセットアップを作るかを皆さんにシェアしたいと思います。サルウェワン、ノリです。このチャンネルでは動画制作に関することをここカナダからお届けしています。動画制作に興味がある人、カメラでもスマホでも使う機材は何でも大丈夫、ストーリーが伝わるようないい感じの動画が撮りたいなとか、今よりももうちょっといい動画が撮りたいなってちょっとでも思う人は、ぜひチャンネル登録して一緒に動画のスキルを上げていきましょう。でも動画制作ってね、なんだかんだ孤独なんですよね。そんなあなたのためにオンラインコミュニティ動画の力を始めました。動画の力は動画好きが動画好きのために作ったオンラインのコミュニティです。例えば動画を作っていく過程で、あ、これでいいかな、こっちの方がいいかなとか、フィードバックが欲しかったりすることあるじゃないですか。そういう時のために動画の力は役に立つんですよ。動画好きの仲間がフィードバックをくれます。普段も動画制作のモチベーションが下がらないように、毎週新しいお題に挑戦して動画映像制作のスキルを学んでいます。興味がある人は動画の詳細欄を見てみてください。じゃあ早速、このセットアップをなんで初めてこの場所を見た時に選んだか、どうやって決めたかっていうのを皆さんに今からシェアしていきたいと思います。 All right、 じゃあまずこの部屋を見て、最初にね、どこにカメラを設置して、どこにインタビュアー、インタビューを受ける人が座ってっていうレイアウトを決めたか、まずそこから説明したいと思います。ちなみにね、これが撮影で使うスペース、ここを使おうって決めたんですね。見ての通りね、ここ、こんな感じで結構広いんですよ。で、細長いんですよね。で、ここにね、ちょうどソファーがあるんで、ありがちなのがね、こんな感じのショットになるかなと思うんですけども、実際にもうちょっと寄ってね、こんな感じのセットアップ、まあありがちですよね。二人も座れるし。でもね、これだとちょっといまいちいけてないと思うんですよ。何がいけてないと思います？奥行き感。奥行き感がないんですよね。だってここが壁でしょ？で、せっかくこういう広い細長いね、部屋のレイアウトなので、このレイアウトを活かしてもっと奥行き感を出した方がいいと思うんですよ。なので、部屋を使うのに、こういうふうにね、せっかくソファーあるけども、このソファーに座ってっていうんじゃなくて、背景がもっとこう、この奥行きが出るように、こうじゃなくてこう、こういうふうにね、カメラを向けることにしました。わかります？こうじゃなくてこんな感じ、もしくはこっちでこんな感じ、それをまず最初に決めました。レイアウト、構図をどうするか、まず最初そこですね。このこっちの方のバックグラウンドを選んだ理由が、デスクなんですよね。ここにも今ちょっと電源切っちゃったというか、画面暗くなっちゃったけども、ここにコンピューターがあるんで、ここからいい感じにちょっとライトもまた出せるかなって思って、それでやっぱりね、こっちの方がいいかなと。向こうにもテレビはあるんですよ。大きいテレビはあるけども、でもテレビの画面がなんとなく背景に入るよりは、ちょっとなんかこういうデスクが入ってる方がいい感じの雰囲気が出せるかなと思って、こっちの方のアングルを選びました。そして椅子を置いてる位置なんですけどね、ここに椅子を置いてるんですよ。で、この先がカメラなんですね。そしてここにマイクを置いてたんですよ。マイクを置いてこっちに向けてたんですよね。で、ここに椅子を置いた理由、この2つの椅子を置いた理由っていうのが、このライトです。結局スタジオライトとかを持ってくることができたら、もっとね、レイアウトって自由にはできるんですけども、そうじゃないシチュエーションって結構多いんですよね。動画を作ってると、そこにあるライトでどうにかしないといけないっていうこととか結構あるんですよ。そこで一番キーのライトになるもの、何かなって考えた時には、この上の電気だったんですね。そこでこの電気をうまく使って、このライトがうまく当たる位置、ここなんですけども、ちょうど影にならないようなね、ここだとちょっと真上から過ぎるので、もうちょっとこの辺ですよね。少し斜め上から照らしてくれるような感じで、
そしてこれは普通のね、あの黄色の LED ライトなんですけども、実はね、これわかるかな、あのね、キッチンペーパーを1枚実は巻いてるんですよ。そのままでも良かったんですけど、そのままだったらちょっとストレートすぎて、ちょっと試しにやってみましょうか。見えるかな。これが今このディフューザー代わりにね、キッチンペーパーを巻いてる状態でしょ。これを外すとね、こんな感じですると、もっとこうライトが強いんで影がねくっきり出ちゃうんですよ。なのでキッチンペーパーをディフューザー代わりに使って、ライトが少し柔らかくなるようにしました。そしたらね、影がこうくっきり出ないんで、インタビューとかにはね、やっぱりいいと思います。そしてあとね、このレイアウトを、構図を選んだ理由が、このね、やっぱ線なんですよね。これここに置いた方がちょっと分かりやすいかな。ここに置いて、実際にはもうちょっと寄った感じの、こんな感じだったと思うんですけど、こう座ってるじゃないですか。ただね、この線なんですよ。このシーリングのこの線と、この線、それからこの線ですよね。これがね、全部こう、もうちょっとこっちかな、こんな感じかな、全部こうこの2人にね集まってくるんですよね。ほらでしょ。するとこの動画を見てる人の目線も自然とこの2人に誘導されるわけですよ、この線のおかげで。ほんとこれはお金をかけずにいい映像にクオリティを上げる、もう本当ベストな手段っていうかね、かなり効果的なんで、構図、このラインを使うっていうのは皆さん本当考えてください。俺も昔は全然正直ね、気にしたことなかったんですけど、でもこういう風にね、線を意識しだすと、あ、確かになって思いますよ。思いません？やっぱり線があるのとないの全然違うと思うんですよ。例えば今線あるでしょ。で、さっきちょっと見せたソファーに座ってる例、線がないんですよね。すると、こんな感じ。まあまあ、ダメじゃないけども、多分ね、こうの方が目線っていうのは俺に集まると思うんですよ。線を使いましょう。あとはね、ライティングなんですけども、ここにね、一個ライトを足したんですよね。これね、足さないと、どうだったかというとね、このライトがないとね、こんな感じなんですよ。ちょっと暗くないですか。こっちの方がいいですよね。こっちの方がもっと、こっち側もね、あの影になりすぎず、やっぱどうしてもね、ここのライトが少し強いんで、さっきみたいにね、ディフューザーをこれつけてたとしてもちょっと強いんで、こう影ができやすいんですよね。でもその影をちょっとこう隠してくれるみたいな、まあ隠すっていうか、影を弱めてくれる、そういう効果を狙って、ここにフレームにギリギリ入らないぐらいのところにライトを1個置きました。これは普通にね、もうベッドライト、ベッドの横にあるベッドスタンドのライトなので、家庭用のものでももうほんと全然大丈夫だと思います。あとはまあ、ライトといえば後ろにも置いてるライト、ちょっと見せましょうね。このライトなんですけど、これちょっと洒落てないですか。形もちょっとおしゃれですよね。貝みたいな、巻貝みたいじゃないですか。これもベッドライトなんですけど、これもたまたまね、ここにあったんで、あ、じゃあちょっとこれバックグラウンドで使おうと思って使わせてもらいました。で、このライトのね、青を選んだ理由っていうのが、色のコントラストをつけたかったんですよね。っていうのが、ここで青でしょ、そして向こうに黄色、要は青と黄色って反対の色なので、反対の色を使うことで、例えば映画とかでもちょっと緑っぽいのと紫っぽい2色を使ってたり、もしくはもう本当にこの例みたいに青と黄色を使っていたりで、そういう反対の補色の色を見ると、人間の目的にもね、こう脳みそ的にもこうすごいこう美しいっていう映像に感じやすくなるんですよ。それもあって、青と黄色のライト、この2色のライトを使いました。まあ、あとは画面のね、ちょっと端に置いて、ちょうどこう邪魔にならない程度のところ、ここはね、うまくバランスを考えてあげるといいかなと思います。もう一個のライトも見せましょうね。もう一個も同じようにベッドのライトなんですけど、背景がちょっと真っ暗すぎるのもどうかなと思ったので、あえて
一番遠い場所に1個ベッドのライトを置きました。やっぱこうやってライトがあるとないとって全然違いません？やっぱね、家庭にあるものでも全然大丈夫だと思うんですよ。前はね、俺もね、やなんかライトもいっぱい買わなきゃなとか思ってたんですけども、そこじゃないと思うんですよね。いかにある材料で、いかにそこにあるものでいい撮影環境を作れるか、これがやっぱりね、ビデオグラファーとしてのスキルの見せ所じゃないのかなと思います。ちょっと試しに普通の部屋の電気だけだったらどういう風なシーンになるか、ちょっとやってみましょうね。どうすか？これもまあダメじゃないけどね、ちょっとなんかライティング的にいまいちじゃないですか。なんかもうちょっとこう雰囲気出したいですよね。やっぱりちょっと戻しましょう。動画にコメントをくれてる皆さん、本当ありがとうございます。もうこの遠く離れたカナダでね、皆さんから日本語でコメントをもらえるっていうのがもう本当めっちゃ励みになってます。Thank you so much. I really appreciate it. そのうちの一つを紹介させてくださいね。動画撮影でも大事な構図、Rule of Thirds は映画でどんな風に使われている、撮り方も解説っていう動画にコメントをくれた明治製菓さん、ありがとうございます。明治製菓ってお菓子の会社じゃなかったですかね。日本のお菓子のメーカーってね、ほんと世界的にもレベル高いです。 Anyway、 2ヶ月ほど前からのりさんの動画見るようになりました。初コメありがとうございます。初コメント、写真を撮った時に被写体を真ん中にしない方がなんかいい感じに撮れるなぁとなんとなく思っていた理由が分かってすっきりしました。でしょう。 Rule of Thirds はサムネイルに活かしたいと思います。とても勉強になりました。ありがとうございます。いやー、こちらこそ嬉しいコメントありがとうございます。ほんとね、 Rule of Thirds ってそれが正解じゃないんですよ。他にもいろんな構図はあるんだけども、この Rule of Thirds っていう構図を理解してると映像とか、まあ、写真もそうですけど、表現の幅ってすごい広がるので、ぜひぜひ活用してみてください。ちなみにね、今俺がこうやって座ってるここも、Rule of Thirds のね、点です。本当はここにね、もう一人、インタビューの時にはね、いたんで、それも、その彼もここに、いい感じにね、Rule of Thirds で、ちょうどこの点のところに来るように、俺もこの点のところに来るように、そんな構図にしてます。Rule of Thirds。ね、結構使えるでしょ。試してみてください。さあ、今日の動画はいかがだったでしょうか。実際に部屋を見せながら、この部屋を最初に見た時にどうやってこのセットアップを作ったかっていうのが、これで皆さんにちょっと分かってもらえたらなと思います。もちろんこれはもう撮影場所によって臨機応変には変えないとはいけないんですけども、どういうところに気をつけてライティング、ライトを設置したらいいかとか、どういう背景にした方が映像的にもいい感じなのかっていうのが、この動画で皆さんに伝わればなと思います。もちろんこれが正解じゃないんですよ。いろんな方法あるからね。でも参考になったと思う人はぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録まだな人はぜひチャンネル登録もお願いしますね。I hope you guys enjoyed this video and see you in the next one. じゃあね。Peace out. 遠いな。